ちょっと本題に入る前に今日8月12日なんで、はい、まあ34年前の,の2523便、えー、この事故に関して今あっちこっちのメディアがです、ねえー、これを取り上げた特集を放送しているんですけれども私は一言文句言っておきたいのは実はちょうど1ヶ月ぐらい前にです、ねえー、早稲田大学でシンポジウムが開かれてこれもうどう考えても この自己調査委員会の報告書をおかしいっていうので世界の人が声を上げていてえ弁護士さんだとかお医者さんだとかいろんな人たちが違うんじゃないかともう一度調べ直した方がいいって言ってるし遺族もそう言っているのにもかかわらず、え。ー ほぼすべてのメディアがその動きを完全に無視しているっていう、この国は何なんだっていうふうに私は思いますけれどもあの森永さんが以前ご紹介してくださったキャビアンテンダントの方が調査して、ご本人にした本が、はい、今日は広告で新聞にちょこっと載ってましたけどあれ衝撃的な内容ですよね、はい、そ,うそうなんです、で私、一昨日自衛隊の人とも話をしたんですけれども、うん、そんな自衛隊のミサイルは飛行機には届かないっていうお話をされていて、えー、だったら本当は何なのかっていう のもう一度ちゃんと調べましょうよまあ一言だけ言っておくと、うん、あの圧力隔壁が壊れて、えー、墜落したんであれば、うん、急減圧が起きてですね中、うん、真っ白になるんですこれもう100%そうなってるんです真っ白というのはあの急に圧力が下がると水分がこう水蒸気っていうか、はい 霧みたいになっちゃうんですよ、はいえー、それが全く起きていないっていうのは生存者が証言しているんですけれども、うんはい、それも自己調査委員会の報告書は無視っていうことになっているので、うんえー、何か違うことが起こってるのは間違いないんだと思うんですけれども、うん、えでちょっと今日の本題はまた別の別の話をしたいと思うんですけれども先週あの小泉進次郎さんと滝川クリステルさんがですね<ー> 結婚を発表されても今ワイドショーはいいまだにそれで延々とやっているんです、うん、で世間ではですね「陽子ちゃん」っていうクリステルさんが着てた服がもうプレミアムがつくぐらいみんな欲しがってうもうおめでとうおめでとうのオンパレードなんですけれども、はあ、あの私は別に結婚に反対するわけでも何でもないんですがああのこれは新次郎さんの完璧な計算のもとで行われたんだと思って いますで、なんでかっていうと、ですね、えー、これ、そもそも首相官邸で発表する、この官邸に入るっていうのは、とてつもなく難しいんですよ、うん、あの私も2年ちょっと官僚の仕事してたんですけれども、まあ、私の素行不良のせいもあるんですが、私を入れてくれって言って、2年間で1回だけです、中に入れたのは。うんうん、そそれれぐらいい難しいんですそれはあの自民党の 議員だったら、すんなり入れると。入れない,ここないんですか。国会議員でも入れないんです。あ、そ、ね、官邸がいいよって言わないと、うん、あの中には入れないんですよ。<laughs> ましてや、普通は使用では全然入れないんです、ね。なるほど。うん、はい。で、しかもですね、えー、ここの最大のポイントっていうのは何か。 っていうと、こうタイミングからして完全に計算されてるんですね。えー、日程も広島と原爆の日の間ちょうどニュースがない日な。しかもワイドショーのスタートにぴったり時間を。 合わせている、えー、しかも週刊誌が、えー、合併号で、えー、あれこれ叩けない、うんえー、しかも官邸だと芸能リポーターがいないから、うん、あれこれ聞かれないっていう、うん、いろんな条件がそ揃,揃ってるだけでなくてですね、うん、いうさらに大きなポイントっていうのは、うん、挨拶をしに、えー、最初のご報告を 菅義偉官房長官のところに行ったっていうことなんですこれは上司に報告するのは当然だろうっていう意見もあるんですけど上司ではありません、うんえー、小泉進次郎さんは今自民党の厚生労働部会長です政府の人間ではなくって自民党の人間なんです、うんはい、ということは 上司は誰かっていうと二階幹事長が直属の上司です<ー>まあその上は自民党総裁の安倍さんなんですけれどもえ安倍総理のところに最初に行かずに <laughs> 菅さんのところに行ってい、はい、でこれはなんでなのかでこれあの報告のあとねもう菅さんはもう。 喜びがもう、力湧きだがってきて、止められないぐらい喜んでたんですよ。うん、で、一方、安倍総理は淡々とお祝いの言葉を述べているんですね。はい、で、この違いは何かっていうと、実はあの新次郎さんと、えー、それから菅官房長官はですね、えー、文藝春秋で事前に対談をしているんです。でその中で、ね、司会者が もう新次郎さんは閣僚になっていいんじゃないですかって言ったら菅さんはそうだとさらに踏み込んでですね、えー、ポスト安倍、えー、つまり次の総理大臣の有資格者だと思いますかっていうと菅さんはええそうだと思いますって答えてるんです。うん、つままりねここれどういうういとととかっっていうと今まで小泉新次郎ささんんはずっと石茂を 自民党総裁選で一貫して支持してきたんですよ、はいえー、ところがですね、今、情勢がかなり変わってきて、うん、次の自民党総裁選は、つまり安倍総理の次は、事実上、を岸田文雄さんと、それから菅義偉さん、この一騎打ちだって言われてるんです。うんうん うんうん、でだからですよ、ずっと石破さんを押してきたんだたら石破さんのところに報告に行ってもいいぐらいなんです、二階さんもすっ飛ばしてるわけですかすっ飛ばしてるんです、うん、なぜわざわざ菅さんのところに行ったのか、えこれはですねもう、えー、新次郎さんが次の自民党総裁選挙で、えー、石破さんを見かぎって、菅さんにつくぞっていう、明らかな意思表示なんだと私は思います。うそうじゃなかったら菅さんのとこに行く はずがないわけですから、うんうん、でこれはもう菅さんが喜んでるのは当たり前なんですよ。これもう次の総理になれるかどうかはまあ、微妙っちゃ微妙なんです。安倍さんは岸田さんに前上するっていう噂もあるので、でここで小泉進次郎がつけばですね、もう圧倒的に強くなるのは目に見えて。 いるわけですよで多分ですね、まあえー、次の内閣改造で入るかどうかわかんないですけど菅内閣ができたら、うん、もう確実に進次郎さんは重要閣僚になるわけです。で,す、ねはい、で菅内閣のあと進次郎さんに総理の座を全上するっていうのは。 十分あり得るシナリオなんです、ね。でもじゃあそのこのことでその二階さん石場さんはちょっとあのー。 むかついてるっていうのを言うとまた袋叩きに合うから言えないと思いますけど私が代わりに言います「むかつくぞ新次郎」って思っているとう <laughs> あそうですか、はい、じゃあ筋から言うとそっちが先なのがねだ,だって直属の上司に報告するのがこれ会社だったら当たり前でしょ自分ところの上司じゃなくてよその部の上司に報告しに行ったらあいつ何なんだっていう話になるじゃないですか。でしかもねこれ信二郎さんは そのクリステルさんを選挙で全面出すようなことはしないっおっしゃってるんですけれどもここ一番では使えるものすごく使えるカードなんですよ、まあ、ここ一番で使う方が効果的なんですね、うん、で今までも自民党の偉い人が、まあ、芸能人の女性を嫁さんにしたありますねそうん、で水野真紀さんもそうだし司洋子さんもそうだし、はいえー、で実は私の叔父がですね、えー、鳩山 クニさんの秘書をしてたんです、はい、えで奥さんは高見エミリーさんっていう芸能人だったんですけれども、ね、だからうちのばあさんのお葬式の時には、えー、鳩山さんは来なかったんですけどエミリーさんが代理で来たんですもうねお葬式来た瞬間うちの親類演者うおー絶対なるんです同じことが起こるわけですよものすごい強力なカードを得てでしかもね、えー、この後あの 金子さんが出演されるので、先取りで、はい、金子恵美,美さん、前の衆議院議員ですけれども、新次郎さんというのはあの逆風が吹いた2009年の、えー、当選なんです、なら同期って4人ぐらいかな、ほとんんどいないなです民主党政権が生まれた時の総選挙で当選されたということですね。そのの後はいわゆるの三回生で、うん ポンコツばっかり言ってここは言いにくいところなんですけどク、まあ、<laughs> ラブルメーカーがたくさんいるルーキーだ <laughs> っていうことですねで <laughs> そうするとこれ一旦総理を握ったらあとライバルがいないから長期政権になる、うんね、もうねやっぱりうまいんですよあの小泉家っていうのはあのなんか商売してるわけじゃないんです政治家が家業なんですよだからもう政治のコントロールの仕方っていうのはもう完 的にできていもうこれはもう真夏のミステリーなんですけれどもう今滝川クリステルさんのお腹にはですね、えー、次の次の次の次ぐらいの総理大臣が雇っているっていうのがこの国の現状なんだと思うんです <laughs> だからもうすでに第2次小泉劇場が始まっているならねみんなキャって おめでとうっていうんじゃなくって、うん、政策をどういうのを掲げるんですかっていうのを国民は冷静に見ないといけないと私は思いますなんかね。もうみんな、ね、もう晴れ物触るようにね。まあね。あの小泉進次郎さんってイケメンですし弁舌、うん、爽やかで連絶すごくうまいですし出ててよね。あのぶっ つけでいろいろおしゃべるあのお話になって失言がほとんどないって政治家ですごい珍しいですよ。あの滝川クリステルさんもすごいんですよ。あの私ね滝川クリステルさんの番組に出た時にあの大きいクリスタルガラスを持ってって、はい、これにサイ,サインしてください。はいうん、でほらい,いつものやつねい。いつものやつです。はい <laughs> えー、でもほらちゃんとした人だからにこやかにね。えー わかりましたって言ってサインしてくれたんですけど私がクリスタルガラスを差し出した瞬間0.01秒ぐらいだと思うんですけれども、うん、一瞬だけ嫌な顔して <laughs> 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 それは仕方ないわ人間だから <laughs> 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 でもそのさっきあの森永さんがおっしゃったように、イメージはすごくいいイメージで、いい奥さんもらって、みんなで報縮ムードがこう漂ってますけど、それといい政策をする、しっかりした政治信条を持ってるっていうのは、また別のことなので、出現、ね、しないってイコールいい政治家ってわけではないですもんね。だから、出現しないっていうことは、スキャンダルも起こさないっていうことは、役所にも嫌われていない。 っていうことなんで本当に改革ができるのかっていうのは私はちょっと疑問かなと思ってます冷静に見た方がいいはい、はい、ありがとうございました